ミオシャミオハの皆さん、ライブお疲れ様でした。ありがとうございます。私のフォースフィスの思い出は初めてのエキスポ参加です。モコモコミオシャはやっぱりムキムキでしたね。いやいやいや、モコモコだろうどう見ても、ドリンクは番号が振られるテーブルがたくさんあってすごい効率化されてました。みんなにさ、こんだけのさドリンクがさ70種類もあってどうやってドリンクさばいてんのか見てきてよって言ったやん。そしたらさ、みんなさ、いろいろさブースの様子送ってきてくれて、どうやらドリンクは番号が振られていて、狼ミオ例えばだけど30番とかだったら30番持ってきてみたいな。いや、すっごい種類あったんだよ。だってホロライブの JP メンバーも EN メンバーも ID のメンバーも一人ずつドリンクがあって、さらにホロスタのドリンクもあって、もう大変なことになっていたんだよ。ミオちゃんは16番だった。なるほどちなみにですね、このモコモコのミオシャ、でも結構頑張ったんだよな。結構時間かかったし、制作期間筋肉量すごかった。筋肉じゃないから、あのさ、雲のさ、わかる？あのお空に飛んでるさ、あの雲のさ、モコモコみたいなのさ、幼稚園のさ子が絵に描いた時にさ、こうなんかこうね、わかる？それのイメージなんよ。それのイメージを立体化したらこんな感じになるかなって思って作ったのがこちらですって感じ。でもこれね、なんか展示が、なんか実際どうやって展示するんだろうって思ってたら、なんか思ってたより雑に展示されてたじゃないけど普通に持ってかれてもおかしくないよなっていううちのさ、このモコモコのミオシャに、あのこの下についてるさ、うちの体あるじゃん。この体の、あの顔の上に新書お披露目みたいにこのモコモコミオシャを乗せてほしいって写真付きで、あのお願いしてたんですけど、なんか見事にスタンドみたいにされちゃって、なんかあれ、なんかちょっと解釈が違うみたいな本当はうちのこの顔の、この顔の上にこのモコモコミオシャの顔が乗った状態で、顔が隠れてるみたいな感じで新衣装お披露目の時みたいにやってほしくて写真付きで説明したんだけど、なんでなんですかねまあでも、あのこうやって壁にくっつけてくれたからまあいいんですけど、却下されたっていうか、まあ伝わってなかったんじゃないかな多分まあ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 良いでしょう。もう何のためにこの立ち絵みたいなの用意したのか。うち頑張ったんだよ。段ボールに貼り付けてさ、切り出したりとかしたんだよ。このもうこのさ立ち絵を頑張ったのにな。